皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、このロードバイクですね、フォンドレストという僕の愛車のロードバイクを紹介していきたいと思います。この自転車はですね、僕が大学1年生の時に知り合いの方、おじさんが乗ってたものをいただいたものとなってます。結構古いフレームで、確か2003年ぐらいのフレームみたいです。なので今年でだいたい18年目かなのフレームとなってます。それでは各パーツの紹介の方をしていきたいと思います。でですね、これがですね、自転車の一応コンポの方がシフターと、あとはディレイラーというか、まあ一応コンポの方がですね、105の11速の105となってます。でクランクだけ、ここだけあのスラムレッドのですね、ちょっとかっこよかったんでクランクに変えてあります。やっぱ5本アームがかっこいいですね。これ一応材質カーボンとなってます。まあ、フレームがですね、一応これアルミフレームなんですけど、ここだけですね、ここだけ材質がカーボンとなってて、一応カーボンバッグっていうもんみたいなんですけど、ここだけカーボンなのですごいアルミではあるんですけど、乗り心地すごくいいですね。だいぶ振動を吸収してくれます。一応これホイールがですね、今は T4 ミラーというツイッターで有名なトモニーさんっていう方がいるんですけど、その方に組んでいただいた手組みホイールとなってます。これめちゃめちゃ良いですよ。本当によく進んで、振動吸収もかなり吸収してくれて、乗り心地がいいのですごいおすすめなので、皆さんぜひ気になった方も T4 ミラーで検索していただけたらでと思います。あとこの自転車ですね、大学1年生の時に一度四国一周してまして、この自転車で。というのですごい思い入れがある自転車となってます。個人的に一番好きなロードバイクですね。こんな感じです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。